100g 単位で大体販売されて、そうですね、50と100ですね。一応その希少な部位とかに関しては 50g になっちゃうんですけど、まあ、でも50でも意外にあの居酒屋さんとか出てくるの大体 50g ぐらいなんで、はい、それで100ですね。お皿の大きさがね、このくらいですね、このくらいにいっぱい並んで 100g ぐらいになりますね。これだけあったら結構満足できそうですね。そうですね、僕一応なんか全部食べるんですけど、はい、あの入門セット食べたら僕でも結構お腹いっぱい、もういいかなぐらいの。この入門セットいいですね。入門セット一応うちのこのおすすめで神戸港川店だけのセットも一応、二重子とハラミのセット。二重子って何ですか？二重子は馬のバラの三層肉なんですけど、バラの三層肉じゃなくて、こう脂と赤身がこうああいう風に重なり合ってるんで、どっちも楽しめるっていう。これいいですね、お休みの日に、はい、そうですね、ちょっと贅沢しちゃおうっていうですね。それこそもう焼酎とか好きな方でしたらね、ぜひお家で飲んでもらったらいいかなと思います。入門セットとかお値段はもう変わらないんですか？入門セットと、おすすめセットは値段はもうこのままいきます、はい、行きます、行きたいです、はい、よほど変動しなければ、はい、ちょっとお得になってるんで、